それでは家の中や会社のオフィスの中でトレーニングできる種目たくさんあるんですけれども、今日はですねその中でこの腕の裏側上腕三頭筋を強化するための運動種目をご紹介したいと思います。この部分はあまりトレーニングをされていない方が多いですので最初からできないかもしれませんからちょっと手順を持ってできるところからご説明したいと思います。まず、この腕の裏側はどういう時に使うのかというと、物をグッと押す時ですね。押す時に使うものなので、例えば、書物などを棚の上に置くとかですね、頭上に物を持ち上げるような時とか、まあ、そういう時にまあ使うわけですね。あるいはドアを押す時に使う。まあ、この時に使っているのが、この腕の裏側、上腕三頭筋ということになるんですけれども、一番簡単にできるやつはこのような腕立て伏せのような状態でじっとしているというのが最も簡単にできるトレーニングになります。この時にはこちら側が筋肉が収縮した状態で関節を安定させてこのフォームを作っているわけですけれども、ここに腕立て伏せの動作を加えて曲げ伸ばしをするのが第2段階ということになります。動きの可動域を大きくすれば当然その分きつくなるわけですから、まずはまっすぐ伸ばして支える、これが第一段階ですね。次の時点ではちょっと曲げてこのまま我慢する、これが第二段階。第三段階は曲げたり伸ばしたりということを繰り返すのが第三段階。そしてもっと強くなってきたらその曲げ伸ばしの回数をできるだけたくさんこなして運動の速度を上げていくというのが第4段階ということになります。でこれはほとんど、どなたでもできるようになるわけですけれども、さらにできるようになったけれどもなかなかジムに通うことの時間はないんだと、もっと来たにはどうしたらいいんだろうという、そういうちょっとハイレベルを目指すような方のためにはですね、このようなトレーニングをお勧めします。安定した台、テーブルとかでも転倒の危険性がないということを必ず確認してください。その上でこのように手をですね、つきまして足を机からできるだけ遠いところに離します。で体幹はしっかりと固定をしたまま肘を曲げて、おでこがテーブルにつくその位置を目指してこのように肘を曲げ伸ばししていきます。動かすスピードはゆっくりでも構いません。しっかり曲げてしっかり伸ばす。曲げた時に肘関節が90度になるところまで曲げることができればもう十分です。あとはしっかりと伸ばす。この上腕三頭筋をトレーニングする時のポイントとしては、必ず1回1回完全に伸ばしきるというところがポイントになってきます。正確に繰り返していくことによって相当トレーニングをレベルを上げることができますので、最初の目標としてはですね、まずは10回で複数セットこなせるようになってきたら、その10回の回数を少しずつ増やしていって1分間で連続何回できるかというところまで増やしていってください。その時にはですね、例えばこの二の腕の部分がタルタルしていたものはかなり研ぎ澄まされてすごいかっこいい腕を作ることができると思います。ぜひ頑張ってですね、今からやっていけば相当なレベルまで上げることができますので、皆様の努力を応援したいと思います。